タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。そうですね、僕もどっちかっていうとその好きで朝から晩までやってたタイプなんですけど、それに合わせてしまうのは僕良くないと思っていて、10人いたら多分1人か2人だと思ってるんですよ。そのやる気のあって自ら行動する人間で、そういう人間にだけもっとこうやってああやってっていうのを手を差し伸べて教えてあげればいいだけであって、そのみんなにお前もあいつも頑張ってるんやから10時間やれ20時間働けっていうのは、僕はちょっと飲食業が人が減っている理由で大きいと思います。なんとなく藤森さんっていう人が分かってきました。ありがとうございます。多分問題点を見すぎっすね。なんか全部多分その藤森さんが見た飲食業界の問題点とか、はい、ダメなところとか、はい、人の悪いところとか、はい、そういうところを直そうと頑張ってるんですけど、はい、それじゃ業界は変わんないと思いますよ。もっと新しい働き方を藤森さん自身の店でやって、はい、それが広がるように、はい、いろんな人に協力してもらって広げていくっていうやり方じゃないと、はい、なんか今はなんかただただここが問題なんです、これをちょこっとやってでいろんな人に同じことしないようにしましょうみたいな、ちょっとなんか息苦しい、はい、し広がんなそうで、今回のビジネスプランがよくわからないです、はい、そこにどうつながるのかが、はい、この YouTube は自分のお店にも来店のきっかけになると思っていて、この本業というか、まあ店舗の売り上げの伸びるその一つの武器というか、なので僕は絶対にやっていくべきだと考えてます。でもそれは自社でまず成功してからじゃないかな。そうですね、でも僕のその最低の何ですか、成功ラインっていうのが収益化だと思ってたんですよ。まあその収益化さえすればそこからもう一定数上がっていくと考えてたので、はい、したら自身の店をもうとにかく利益バンバン上げて、はい、動画をどんどんそのバズらせるような人に委託してみて、初めて飲食店でも委託するってことが大事なんですよって説得力持って言ってくれたら納得するかな、はいはい、今業務委託とかしてる人いますか？外注してる会社、食材を見つけてくれる人を外注してますでもいいし、はい、そういうの雇ったことあります？僕自身は今 MEO をコンサルしていただいてますね。その一人です。あ、まあ一つの会社ですね、はい、まあ、なんとなく気づいたことをその浅い知識で広げようっていう感じにしか見えないですね。はい、うん、コンサル一人雇ったんで僕にもコンサルができますみたいな、はい、うん、ちょっと浅い。そうですね、その点は正直僕も未熟なところがあるので、その今回のコンサル費用の額というか、自分たちもまあ磨いてそれを皆さんにまあ安い金額で広めていきたいなと考えてます。なんか僕見た感じだと、はい、こう、まあ、さっき浅いっていう言葉出たんですけど、はい、まあ、不器用なのかなってちょっと思って、僕は思ってるんですね。なんでこう料理の世界にまず入ったんですか？こういろいろこうあっちらこっちらってなんか言ってるような感じがするんですけど。志願者から令和の虎へと成り上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表ジョー・ハヤト、家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成。 YouTube チャンネル解説などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない。牛タン界の独眼竜が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む。まあ、料理はその中学卒業からずっと続けてるんですけど、もともと母親が料理をしなかったので、きっかけは小学2年ぐらいから自分で料理を作り始めて、でまあ職人っていう仕事はまあ子供ながら分かってたので、これを早いうちにまあ人よりかはその長い間やるのが大切かなと思ってたので、すぐに決めて今ずっと料理をしています。でその飲食そのやってて、この MEO どの子のっていうのは、まあ、厳しいかなってはちょっと思うんですけど、はい、でも飲食店確かに利益率も低いし、はい、けど従業員の待遇もなんとか良くしてあげたいしっていう気持ちから、はい、まあ、こういう MEO とか、まあ、僕だったら同じですよ。火事があって、はい、牛タン始めたのと同じような、はい、もう何とかしなきゃいけない、飲食店だけじゃどうにもならないから何とかしなきゃいけないと思って牛タン始めて、はい、まあ、たまたまここに、まあ、いるだけかなって思ってるので、すごい気持ちは共感できる。ただ不器用なだけで、はい、
闇とか、はい、闇ではないかな、みんな思いを持ってやってると思うんで闇ではないと思うんですけど、すごいあの気持ちは共感できるところは、はい、あの今はあります。ありがとうございます。もっとぜひ続けてください。はい、はい、あ、じゃあ僕もいいですか。まあ、僕が仮に本業で全然うまくいかなくて困ったから、はい、飲食店の立ち上げコンサル始めますみたいな、はい、飲食店やったことないけど一応バーちょっとやってるんで、はい、フレンチでも中華でも何でもやりますみたいな、はい、っていう事業をやり始めるってなったら、多分飲食のプロからしたらはぁみたいな、カップラーメンの作り方しか分かんないやつがそんなのできるかよって多分思うと思うんですよ。フリーランスの方が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける。ストックさん株式会社代表株本勇樹、年商10億、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は、今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどうもに喉元をかっきるのか。今回 MEO とかウェブマーケ系の支援会社始めるってなったら、言うなら競合は僕みたいな、そのウェブマーケのことばっかり日々考えてるやつが相手になるんですよ。でその領域で MEO で戦うっていうのが、もうあのウェブのコンサル会社からするとあの絶対無理な領域なんですね、はい、MEO なんていうのは Google マイビジネス登録するだけだからお金もらえるようなものじゃないんですよ、 MEO の支援って、はい、MEO 対策やんなくても最初から3つとか5つはランキングに表示されてる、もうそれが MEO なんで、 MEO 対策っていうのはもう価値がないことなんですよ、支援に、はい、っていうので商売始めようとした時点で結構そのカップラーメン屋さんを始めるみたいな感じなんですよ、飲食店からすると価値のないものを始める。だからこの裸、丸裸の状態でこれで参入しようと思った時点で多分結構ウェブマーケの支援はあんま向いてないような気がするんで、であれば飲食店を頑張って増やして、飲食店の数字伸ばして、飲食のコンサルやった方が綺麗かなと思いますけどね。はい、確かにおっしゃる通りなんですけど、飲食店様ってその Google マイビジネスの登録さえわからないっていう方も多くいらっしゃるので、そこをちょっと狙うというか、ちょっと言い方悪いですけど、そういう方たち、そうですよ、はい、だからあのすら分からない人がいるから、 MEO の要は Google マイビジネスっていうね、あの管理画面があるんですよ、はい、そこに登録する入力代行みたいな感じで一発3万でやりますよとか、その程度のものなんですよ。月額で何万ももらえるような代物じゃないんですよね、はい、っていうのがあの当たり前にやってる人たちというか、コンサル会社みんなそうやってやってるんですよ。そこに対して月額3万で行きますってやってるから、市場感分かってないんじゃないかって思っちゃうみたいな感じですね。はい、MEO は正直先ほど林社長にあのお話ししたように、あのおまけレベルで考えています。その一番最初に、まあ、住所であったりそのお店の登録をしっかりして、他の SNS との関連付けがあるんで、他の SNS の住所もしっかりリンクさせて、その MEO を上げるっていうのも一つですし、その YouTube の動画の編集したものを Google マイビジネスに投稿する、まあ、週に1回投稿するっていうので、まあ、必然的に順位は上がってくるかなと考えてます。上がってこなかったらどうします？そうですね、上がってこない可能性もなくはないので、あの初月無料でそれは経営者様に判断していただこうかなと考えてます。まあ、YouTube ももちろん右肩上がりには上がってくるんですけど、じゃあ収益化するのって何ヶ月後何年後っていう、その辺は正直未知数なところなので、あの経営者様に判断していただいて、まあそのもちろん最初はやったけど途中でやめられる方とかも多くいらっしゃるかなと思います。令和の虎ファンクラブのメンバーから志願者を送り出す企画、志願者虎の穴を経て挑む志願者、勇猛果敢に虎へと挑むが、プロフェッショナルが集まる飲食の世界で勝ち抜くのは修羅の道、虎の厳しい言葉が相次ぐ、突破口を見つけられるか。いいですか。はい、売上高の表あるじゃないですか、売上高とか営業利益の表で、はい、この売上高にはどのような売上が含まれますか。その売上高には、はい、その業務委託費を抜いた、月額でいう1万8000円が、利益に加わってます。で75万円を超えた、その業務委託費が75万円を超えれば、その分の、編集、月に30本ほどを一人の社員に任せて、その社員に営業も兼業で編集もやっていただこうかなと考えてます。つまり、はい、この売上高っていうのは、まあ、今は3万3000円でしたっけ、はい、ワンプランで考えてて、途中でハイプランも追加するとして、その月額の
サポート料だけでこの数字が作られてるっていうことですかね、売上としては。はい、じゃあ自社の YouTube チャンネルの収益とか、入ってます、自社の飲食店の売上とかは入ってないですね。入ってないです。なのにもかかわらず僕らが出すお金、自己資金100万円足しての600万円からは、自社の YouTube チャンネル強化費用200万円が含まれてるんですよ、資金の宛先として、はい、でこのサポート事業に関わるものでもあるとは思うんですけど、自社のチャンネルが成功してればそれは確か説得力も増すと思うんですけど、そこでのこう YouTube の収益だったり、そこで宣伝した飲食店からのリターンはないのに、これまるっと200万多分 YouTube 強化費用ここだけについてますよね。はい、なんか変な感じしちゃうんですけど。そうですね、確かにそのコンサル費用であったり、あの YouTube の強化代っていうのはちょっと高額になってるんですけど、はい、その僕たちがまだレベルが低いっていうところと、でちょっとでも早いことを何て言うんですかね、僕たちがまず強化していって、あの飲食店様をサポートしたい気持ちというか、なので言ったら飲食店って今でももう来月潰れるみたいなお店さんがすごいあると思うんですけど、そういうお客さんをどんどん救っていきたいっていうのが気持ちなので、あの一日でも早く僕たちが伸びることが、まあ、事業成功にも一つなんですけど、はい、飲食店を1店舗でも多く救えるきっかけなのかなと考えてます。藤森さんが、はい、別のなんとか A さんっていう人が、はい、このプランを持ってきたら、はい、月額3万3000円、はい、払いますか。払います。でそれを自信持って払えるっていう状態であれば多分売っていいと思うんですけど、はい、自分の食い縁を探すために自分より情弱を探して3万円かき集めれば自分の会社儲かりますっていう自分本位なビジネスにちょっと見えるんですね、はい、だから自分が本当にこの3万3000円逆の立場でも払うっていうそういう品質を担保できるんであれば売っていいと思うし、そこにちょっと自信ないんであればやめた方がいいかなと思います。なので今そこの質問したんですけど、今一旦今の段階ではありますって言ったんでいいと思うんですけど、多分僕の場合は僕の予想だと、これいざ飲食店導入してあんまり結果が出なくてクレームが大きくなってきて、で飲食店も3万3000円大きいじゃないですか、1店舗につき。でそれに対してのクレームに対しての対処の策がないんですよ今、はい、だってウェブマーケほとんど知らないから、はい、っていう状態でクレームを浴びながらでも自分は3万3000円もらい続けるっていうことが本当にできるかっていうところで僕はちょっと懸念が今ある状態なので、ちょっとそこを解消してからもう少し攻めていくべきなのかなと思ってます。はい、はい、確かに高額なんですけども、動画編集の相場って1本あたり、なんていうんですかね、フリーの方に頼んでも、まあ1万円ぐらいするので、それを月額、まあ4、5本やって、3万3000円っていうのは、まあ他あまりやってないかなと考えてます。編集者の単価にしては安いだけであって、飲食店の支出に関しては大きいじゃないですか。そうですね。はい、なのでその目線が違うんですよ、業者目線に今なってるんで、飲食店目線で考えてくださいっていうそういう話です。そうですね、はい、はい、ねえ、けど結局その MEO をやって、はい、藤森さんの会社が儲かってればね、説得力もあるし、 YouTube の動画をやって儲かってればね、そうだけど、そうじゃないですからね、はい、あとちょっと気になったのがこの中華北新地ジャップスというチャンネルですか。はい、このジャップスって意味はどういう意味でしょうか。もともと差別用語でもあったと思うんですけど、それをネガティブに捉えずに、なんていうんですかね、自分たちが言うことによってその悪い言葉がいい言葉に変わるかなと思って、その名前にしています。差別用語ですよね、一応ね、はい、まあ、まあ僕も気にしないタイプだと思いますけど、気にされる方も多いんじゃないですかね。そうですね、でも昔バンドマンかな、グループか何かでジャップスっていうのもあって、そのグループが同じようなことを言ってたので。高級中華なんですよね。そうです。結構客層がいいわけですよね。そうですね。そこがなんかそういう感じのブランディングでいいんですかね、どう思います？まあ、正直なところそこはちょっと考えようかなと思ってます。なんか違う意味でもあるのかなと思ったんですけど、やっぱそうですよね。そうです。そう考えると、そこがもうまずそういうところに YouTube をお願いしようかなとか、はい、大丈夫かなみたいな。そうですね、多分結構高いんですよね、中華は。い、うん、そうするとなんか大衆向けって感じになっちゃうんじゃないかなっていう心配ありますね。あと業界を変えたいっていうなら、はい、
MEO と YouTube で業界がみんな変わりますかね。ここにお願いしていっぱいお客さんが来るようになってみんなが儲かるっていうことだったらいいんですけど、まあ、グルナビにかかってる費用はちょっと安くなるぐらいなもんですよね。そうですね、うん、でさらにまあ利益を生み出せるかなっていうところですね、うんうん、MEO と YouTube で来ます。 MEO と YouTube で飲食業界を救えるのか。そしてトラたちは志願者の YouTube チャンネルに対しても懐疑的な態度を示す。最終決断の時が迫る中、追い込まれる志願者。次回、最終は何かが起こる。懸念点を示してるのに大丈夫ですって言う方が、はい、やっぱ大丈夫じゃないって感じちゃいますよ。